ただいまより金環日食フェスティバル in 海老名金環日食フォーラム第2部を開催いたします。私は本日この第2部の司会を務めます地元 FM ラジオ局 FM 横浜ザ・ブリーズの街角レポーター藤田雄一こと、はーい、藤田です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて皆さん、5月21日の金環日食まであと1週間となりました。今夜は日食の専門家の先生や日食を何度も見ているベテラン観測者の先生のお話をたくさん聞かせてもらったり、あと観測方法を教えてもらったりできるとのことなんです。さらにお土産の中には日食を観察するための日食グラスとピンホール望遠鏡も入っています。今日の第2部のね、このコラムでしっかり勉強して安全に金環日食を楽しんでいただければと思います。さて、海老名市へは、私街角レポートでも何度も訪れておりますけれどもね、足を運んでますけれども、宇宙と特別なつながりがある街だというのを皆さんご存知でしたでしょうか。私勉強不足で大変申し訳ないんですけど、それをね知らなかったんですけれども、というのも海老名という名前の星があるそうなんです。広報海老名に掲載され、ただいまこの文化会館の隣にある図書館で紹介する展示があるんですけれども、皆さんご覧になったという方もいらっしゃるかもしれませんね。その小惑星海老名なんですけれども、2000年に岡山県にあります美星スペースガードセンターというところで日本スペースガード協会の観測員の方によって発見されたものということなんです。そして昨年12月国際天文学連合によって正式に海老名と命名されたということなんです。なかなか県内の他の町でもね、そういう命名されているところって町でないんじゃないかなと思いますけどね。で、その小惑星海老名は太陽の周りの火星と木星の軌道の間をおよそ3年5ヶ月で公転しているということなんです。地球から見て双子座から蟹座方向に移動中ということなんです。とは言いましても、およそ20頭の明るさということですので、肉眼では残念ながら見ることはできないということなんですけれども、そこで星に興味があり、勉強熱心な海老名市の市民の皆さんが集まっているこの場をお借りして、発見者である日本スペースガード協会の高橋則次理事長から、こちら海老名市教育委員会沖原嗣久教育長にこの小惑星海老名命名の記念の証書をまずは贈呈したいと思います。それでは高橋理事長、沖原教育長、ステージの方にお越しください。よろしくお願いします。皆さん拍手お願いします。はい、小学生の命名文は、海老名は神奈川県の中央部に位置する市の名称で、星の学校やスペースガード探偵団開催など天文教育活動に熱心であるということが記されているということなんですね。今高橋理事長から沖原教育長に、記念の証書が手渡されました。皆さん歴史の証人になられたと言ったところでしょうかね。さあ、それでは、ここで沖原嗣久教育長にまずは開会のご挨拶をお願いしたいと思います。それでは、沖原教育長よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ただいま紹介をいただきました教育長の沖原でございます。本来ならばうちの市長が皆様にご挨拶をするところですが、公務が重なりまして、私の方からご挨拶をさせていただきたいと思います。ただいま小惑星海老名という証書をいただきました。ルル司会者の方から紹介があったわけですが、昨年海老名市は市政施行40周年でございました。スペードのガード協会の理事長高橋様は実は東柏ヶ谷にお住まいなんです。そのこともありまして、高橋理事長がぜひとも海老名の素晴らしい子どもたちのためにも、そして市政40周年の施行をお祝いするためにも、2000年の8月に発見をしたその惑星に海老名という名前を付けたいと、そういう話がありました。こんな素晴らしいお話ないじゃないですか。
私どもも市長も大変喜ばれまして、ただいまその証書を受け取った次第でございます。高橋理事長に本当に感謝をしたいなと、そのように思っております。さて、金環日食フェスティバル in 海老名第1部が小学生、中学生800名以上の保護者も含めてですが、一部先ほど終了しました。その中で5月21日の金環日食、天気予報では晴れと出ております。そういう中で子どもたちに金環日食はどうして起こるのかというお話、あるいは太陽を直接目では見てはいけない、直接見てはいけないというようなお話、そういったルール、子どもたちに分かりやすいお話をしていただきました。そして第2部でございます。この素晴らしい催しも、そして5月21日は中新田小学校で朝7時から観察会が予定をされています。この計画も実はスケートガイド協会高橋理事長の素晴らしいアイデアのもとに実現をしたわけでございます。この点につきましてもスケートガード協会の皆様に深く感謝申し上げます。そして今日の第2部の講師の先生方、日本を代表するこんな素晴らしい方がこの海老名に来ていただいていいんだろうかと、私は実はそう思っております。そういう素晴らしい講師の先生方の話、そして座談会にも多くの日本の代表する先生方からここでお話をしていただきます。そういった機会を設けられましたことも私たち本当に嬉しく思っております。私も宇宙に関しては大変疎い人間の一人なんです。ただこういう機会を通して子どもたちと同様にですね、この素晴らしい宇宙、自然界の素晴らしさ、そういったものを感じ取って今日帰りたいなと、そういうように思っております。本日はどうか皆様素晴らしいこの会を、そして5月21日の金環日食、おそらく天気は晴れですので、素晴らしい光景が目に焼き付けることができるのかなと、そのように思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。沖原教育長より開会のご挨拶でした。ありがとうございました。